かつては、妻線が接続していた。また、1996年まで、日本国有鉄道鹿ご島鉄道管理局及び、九州旅客鉄道鹿ご島支社管轄の北端だった。駅舎に接した短式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線の合計2面3線を、有する地上駅で、ホーム間の連絡には、古線橋を使う。 主に、島式ホームを使用するが、当駅始発、終着の機動車列車は、単式ホームを使用する。JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、業務委託駅であり、切符売り場が設置されている。当駅から、下り方面の IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。 守護家は、無記名式のみを券売機で販売しており、切符売り場では販売していない。また、定期券など、記名式の守護家は購入できない。タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、守護家ポイントのチャージや、IC カードでの特急券の購入などが行える。また、改札内にも IC カードチャージ機が設置されている。 守護下の利用可能エリアは当駅までで、高鍋駅、延岡駅方面へは利用できない。佐渡原オフレールステーションは、JR 貨物佐渡原駅に属し、駅舎に並んだ北側にある、コンテナ主廃基地である。コンテナ貨物を取り扱っており、貨物列車代替のトラック便がここと延岡駅との間で一日2に往復運行されている。なお、駅舎の中には、 JR 貨物宮崎営業所が入っている。かつては宮崎駅の構内に宮崎コンテナセンターがあり、同様にトラック便による輸送が行われていた。同駅の高架化に伴いその機能が当駅に移されることとなり、1991年7月に当駅の貨物取扱いが復活し、貨物列車が発着するようになったが、1998年10月には、 貨物列車が廃止され自動車大行駅となった。なお、2006年4月よりコンテナ基地の名称がオフレールステーションとなっている。2020年度の1日平均乗車辞任は957人である。近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通り。一般路線バスはすべて宮崎交通による運行。ありがとうございます。